どうも、複数ドーパミンのアルカディです。ということで、今回は、ピザ系の動画です。だいぶ久々になっちゃったかな。3週間ぶりぐらいか。今回の議題なんですけどもね。まあ、ジグザグですよ。新天地開闢集団ジグザグがですね、Stay With Me っていう新曲の MV を出しました。で、ちょっとこれに関して、ちょっと語っていければなっていうふうに思います。まず、いつもね、ここで初見リアクションをするってことをやってるんですけど、今回僕もこの曲すでに聴いております。はい。聴いた上でのいろんな感想だったりとか思うことっていうのをね、話していければなっていうふうに思います。まず、曲としての感想としては、さすがの一言というか、やっぱクオリティ高いし、洋楽のロックバンドがやるバラードみたいな。やっぱジグザグってもともとよくこのね、チャンネルでも曲の幅がめちゃくちゃ広いんですよって話よくしてきてるんですけど、またやっちまったかと。また広げてくるんやっていうふうに思いました。まああと歌うますぎね。シンプルに。あと、ギターもうますぎです。みこと様の。ギターソロ普通にぶちかましてくんだよ、途中で。うますぎるやろ。ギタリスト泣くでっていう。まあ曲としても、もうシンプルっすよね。シンプルにいい曲って感じの曲ですよね。ジグザグはもともとすっごい癖のあったバンドですけど、ドリップ、この Stay With Me ときて、こう癖のちょっとない曲が続いてますかね。ただ俺個人的に思ってたのが、やっぱどうしても俺もね、最初のすっげえ癖強いバンドだなと思ってたから、ジグザグってハマる前、いつだっけ2018年とかの時に聞いた時はその癖で聞けなかった部分があったんですけど、でどっかのタイミングでその癖も受け入れてハマったんですよ。2019年あたりだったか2018年のどっからとか忘れちゃったけど、で今その徐々に癖が薄くなってきてる傾向にあるんですね、ジグザグが。だからその癖があれだけ強かったバンドが癖のない曲をやるってなると、なんか寂しくなった、つまんなくなったとか薄くなったみたいな風に思うことが俺もあったんですけど、ジグザグに関して言うとそんなに思わないかなっていうか、結局そのものにしちゃってるんだよね、曲を。ワー以外の曲をどういう風に展開するんだろうっていう風に思ってたけど、結局ジグザグはジグザグでね、色に染めてしまうっていうか、まあ、今回に関しては衣装とかもだいぶカジュアルな感じで着てるんですよね。和服とかも着てなくて、まあなんで みこと様の見た目はもちろんあれなんだけど、その顔出しちゃったらね、もうそれはもうそれはちょっとカナリアが泣いた頃に顔を出してもらえればなっていう風に思うんですけど、衣装もカジュアルな感じで着てるから、癖が薄い曲が合ってないんかって言われるとそんなことはないんですよ。ジグザグの曲として着こなしている、着こなしているって言い方が合ってるか分かんないけど、今後っすよね。俺的にその危惧してることが、ジグザグってもともとすっごい設定だとかコンセプトが強いバンドで、その時代をこうすごく推してた人たちからすると、もしかすると寂しい、あの頃の感じの曲が聴きたいんやっていう、その昔の方が良かったっていうファンの人とかが出てきてしまう。これって結構あるあるじゃないですか。でもそれもそれでその人の意見だから、ファンとしての、まあそれ言い過ぎは良くないけどね、言い過ぎは良くないけど、現状コメント欄を見た限りでは、 YouTube のコメント欄ね、 YouTube のコメント欄にはそんなにその反対意見というか、そのつまんなくなったとか、なんかその昔の方が良かったですって言ってる人はそんなにはいなかったと思いますね。ちらほらいたかなってぐらいですね。まあ俺も一応その癖の強い時代からジグザグを聞いてる一ファンとしての意見を言うとするんであれば、前の感じ、癖強い大失禁とかね、ああいう感じの曲が今後出ない、まあ出すかもしれないけど、わかんないけどね、それはね。って考えると寂しさはあるんですけど、まあ俺も今こういう活動をしてる上ですごく思うのは、結局やっぱ自分が今作りたいもの、自分が今出したいものっていうのをこう作っていかないと続かないんですよね、結局そういう活動って。裏の話は知らないけど、みこと様がこういう曲が今気分的に作りたいんだよねっていうことであれば、別にそれでいいんじゃないかなっていうふうに思うし、まあそれがそのいい曲であれば俺は聴くし、今回ちょっと違うかなと思ったら、まあちょっと聴かないっていうだけなんで、正直に言うと。どうしてもね、売れてきてるから、ジグザグっていうのは。だからその、なかなかそこが難しいとこだとは思うんですけど、まあさっきも言った通り、自分たちのやりたいことがそっちであれば、やればいいと思うしっていう部分なんで、俺は、その本人らが、その作り上げていくものを聞いて、俺はその曲が響く響かないは一旦置いといたとしても、ジグザグのことは応援していきたいですね、個人的には。どうしてもこう大衆寄りになってきちゃうのはしょうがないことだと思うんですけど、さっきも言った通り、ジグザグはただそういうシンプルな楽曲っていうのをなんか似合ってねえなってことにはなってないんですよね、俺の中では。特に今回の曲なんかは、そのこのサビの感じのがなりというかが、みこと様特有の感じだったし、こういう曲でも出せるんだみたいな、まあてかエアロスミスの曲カバーしてた時みたいな感じの雰囲気というか、まあわかんないしね、しかも今後なんじゃこれはっていう、あっぱれ珍道中みたいな曲出すかもしれないからね。でもまあどの道結構ジグザグはいつもどういう新曲を出してくるんだろうっていうのが気になるバンドではあるので、チェックはすると思うな、新曲を。まあというわけで、今回はジグザグの新曲についての動画でございました。
まだ聞いてないという方は、あの概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。というわけなんで、ジャスコ。